Hello, it's me, Meru. 今日は Kaikatsu クラブに来ました。Kaikatsu クラブってインターネットカフェとかダーツとかビリヤードとか漫画を読む場所。で、私こういう場所を初めてに来ました。少し緊張しててけど、いろいろできると思うので楽しみです。入ったらトピカルのテーマがあって、音楽もちょっとバーリーっぽかったから、なんか旅行に来た気持ちになります。ちょっと面白い壁とかランプとかあったり、初めてなので会員登録しないといけない。そこから部屋を選びます。部屋に行くまでいろんな漫画とか映画とか通って、ドリンクバーも通って、シャワーとかトイレも見つけて、ブランケットのところも見つけました。で、朝になったらなんかトーストもこの辺から食べれるらしいです。部屋は番号からが分かって、少し迷ってたけどやっと見つけました。部屋に入るとマットがあるので、まずは靴脱がないと。ドアがオートロックで少しびっくりした。自分の部屋と席2つ、あとコンピューター1台とテレビ1台があって、で、部屋の上がない、ちょっと空いてるから静かにしないといけない。だからこの動画の最初の頃、私今日後で録音してます。初めて来たのであまり喋れないかなと思ってたけど、まあ、後半の方にちょっと慣れてて、カメラと小さい声で話してます。部屋の中にいろいろあって、まずはいろいろ見てたんですけど、一番びっくりしたのは本当に上がないから他の人も聞こえるとか、なんか面白かったこの点。ヘルー、もう一回座ったらめっちゃ快適だった。で、まずはどうすると思った。やっぱお腹空いてたからメニュー見ないといけないかなと思ってた。ネットカフェで食べ物を注文できるってなんか聞いたことあったけど、行ったことなくて、本当にどういう食べ物とかあまりなんかエクスペクテーションもなかった。で、そこから注文しようかなと思ってたらメニューを出した。なんかすごい普通にレストランみたいな感じだったからびっくりした。グランドメニューもあった。そこの中に本当にいろいろあって、何にしようかなちょっと悩んでた。なんかいろいろ美味しそう、いろいろ食べてみたいけど、やっぱ一食にしかできないから。私メニューいろいろ見てたけど、途中で気づいた夜のメニューはなんか10時からスタートになってるから、今はなんか9時50何しろ分だったから、なんかちょっと待って、早く注文しないとって分かった。そう、モーニングのメニュー、ランチのメニューと夜のメニューがあったから、そう今ちょっと待ってになったやばい本当にやばかった。あと5分しかなかった。早く注文しないと。夜のメニュー多分オプションがそんなに多くなかった。でもギリギリ注文できてたからよかった。ギリギリ注文できた。あと5分。知らなかった。 I got a message. This is I got your order. Hey. で、なんか10分後ぐらいにスタッフさんがこういう感じに持ってきました。すごく美味しそうに見えるでしょ。今ご飯来ました。いただきます。で、ネットカフェのご飯だから、なんかまあレストランほど美味しくないかなと思ってたけど、意外と美味しかった。本当に普通にレストランレベルのご飯が出てびっくりしました。で、食べてる間にテレビをもう見ようかなと思って、テレビつけて日本のテレビも見ました。やっぱネットカフェがすごく静かだから、
音出すのがちょっとマナーじゃないから、全てのテレビとかパソコンにイヤホンがついてる。イヤホンでテレビ見てた。途中で気づいた、まだドリンクバーに行ってなかった。じゃあ飲み物を取りに行きましょう。部屋から出るときに絶対カードを忘れちゃダメ。もう一回部屋に入れなくなるから。コップはこういう感じに取って、そこからいろんな飲み物があったけど、まあ私コーラ大好きなのでコーラを選びます。部屋に戻ります。よし、晩ご飯続きましょう。よく食べました。ごちそうさまでした。今から漫画を見に行きましょう。なんか私が読めるものあるかな。漫画を探しに行きましょう。漫画コーナーにはいろんなジャンルがあって、あとどんな会社が出してるに、なんかオーガナイゼーションにされてます。最初は少し私にとって探しづらかったけど、探し方は分かってきました。このアニメ見たことある。神様はじめまして。どうなってる。終わりまで引けたかな。25。じゃあ一巻目を取ってバスケットに入れて部屋に戻ります。ブランケットも取ります。読みましょう。椅子を快適にしてブランケットも使って読み始まります。あと読み方をめっちゃちっちゃく書いてあるから、やっぱ漫画読むのはどんだけ日本語勉強しても漫画読むのがちょっと難しい。なんかちっちゃい字が多い。絵だけ見ると大丈夫かな。やっぱ内容が分からない。いろいろ多くなってる。このちっちゃい本で やっぱアニメ見るの方が楽まあでも楽しかった。一回なんかやってみたかった。そういうこと。英語は見つけないと。会社に行きましょう。And I've got a drink as well.
don't snore, but someone is snoring, so I don't know how you're gonna enforce this one. I've done big smelly smells, so I guess no, hold that up. You can print stuff off so like you can literally get work done. Okay, let's go and check out the shower. Even. に戻ったらスキンケアをやっときます。スキンケアをやってる間に髪の毛はタオルの中で少し乾いてきます。タオル乾かす。髪の毛もブラッシングします。シャワールームに戻って誰も使ってなかったからドライヤーを使ってます。よし、寝る場所を作りましょう。部屋少し明るいけど今から寝ます。この動画好きだったら高評価、まだ登録してない方は登録してください。寝カフェでどういうことしてますか、コメントで教えてください。次の動画で会いましょう。バイバイ。